今日はみんなすっぴん、サルト、マイマイ、ヒーチョウ、ハルカ、レイファです。本日の企画はすっぴんリレー、イエーイ。どういうことですか？なんでお前だけ化粧してるの？本当思った。だからそんなニコニコ笑顔すっごい、ね、周りに女子が並んでるからさ、ね、すっごいウキウキ。ちょっと待って、いいです、おい、昨日ですね、LINE の方でみんなすっぴんパジャマって着てねって言って送ったんですよ、はい、それは本日すっぴんリレーをしたかったからなんですよ。画面の前の皆さんはみんなの化粧が気になるんじゃないでしょうか。誰々になりたいとか、誰々に化粧が気になるとか別に言われたことないし、うちも気になる人だけやればいいじゃん、それ。いやいやいや、みんな気になるから、普通に化粧しても思わないよ、YouTuber として。え、いいじゃん。これはどこどこの何で、あ、ちょっとピンとこーユーチューバーじゃないんで、下ネタとか言うちまってる時点でもう無理です。あ、もう美容系ユーチューバーになれない。そうだよ、ありがとうございました。厳しい、怖いな。誰が一番早く化粧が終わるのか、イエーイ。絶対勝てない自信あんだけど。そうだね、やばいんだけど、どうしよう。あの、いつも通りの化粧をしてないと失格となります、このリレーは。毎日あの顔が違うとどうしたらいいんでしょうか。そういう人は今日の気分でいつも通りの礼拝になりましょう。あのすっぴん風とかやったらもう殴ります。殴られるの怖い怖い怖い、やだ、パワープレイテーポコやばい。レベル人はハリセンにしばかれます。はい。みんな OK ですか？ OK です。はい、ということでやっていきたいんですけれども、その前にお知らせがあります。8月4日 KTZ 横浜さんでセミレイツ復活祭があります。イエーイ。グループもお子さん、プレートさん、ワイビーさん、セミレイツさんの4グループでのライブとなりますので、みんな来てください。お願いします。お願いします。それではやっていきましょう。ポンポン。それでは、あのソルトさんは抜けますので、はい、皆様落とし合ってください。え、落とし合ってください。落とし合うの？よーい、スタート。カラコンがさ、ひーちゃんその場で着替えるスタイル。ファンサーよ、ファンサー、ファンサーしてますよ。着替えるタイプなの。いい女ですね。え、待って、カラコン片方しかないんだけど。ファンサー、ファンサー、先中。え、本当によろしい。え、両方出さなくていいね。ひーちゃん、いつも出すんだよ。やばい、大型出てる。え、ねえねえ、やばい、一個一個しかない。グレー一個と茶色一個しかないんだけど、どうしたらいいですか？オッドアイメイク。オッドアイメイク。いつものメイクじゃないですか？あ、そうだよ、あなたよ。オッドアイメイクしたことあります？完璧にしないといけないからね。わー、ちょっとショルテさん、そこどいてください。私はまず顔を見ます。え、何それ、可愛い話。かっこいいじゃん。あの、いちいちそんなに消化できないですよ、私。あ、おっと、なんか、はるかのすっぴんの時の眉毛好きやねんな。ちょもっとしてかわいい。ね、かわいい。バブちゃん。見てみんな楽しいのかな。なんか質問してくださいよ、ソルトさん。質問、オッケー。今日のメイクのポイントは？バターを飲み出せないよ。ほんとだよ。え、いつもどこに気使ってますか？バイ、はるか。私は、あれですね、タバガンまつげですね。一番時間かかります。パパは涙袋と下まつげです。あと唇。ああ、唇好き。プルンプルンにしてる。まいちゃんは？まいまいはチーク濃いめをね、結構チーク濃いめなんで私。あ、確かに。おヒーターは？ヒーター、あんまおヒーターないんですけど。じゃあラメとか言っとく。ラメ。あ、でも最近なんかさ、泡ラメ使ってるよね。あ、そう、それね、ライブとかね、ちょっと大事な時にね、やってる。ね、かわいいあれ。じゃあヒーちゃんが泡ラメついてたら大事だって。あ、そうそうそう、さして。なんか勉強なる。そうだ、ソラちゃん最近メイクの勉強めっちゃしてるから。ソラちゃん、あの、私の下まつげ描くと聞きなよ。間近で見た方がいい。間近で見よう、うん、ちょっと。何、見学会？もうほぼメイク終わってきたよ。え、やば、めっちゃ早い。やば、前も全然やってないよね。すごいね。そうなん。あの、ハイライトとかシェなんだっけ、ノーズシャドウとかそういう系やってないんで。もうはるか、これ塗ってみ。パパパってやって。いやー、めっちゃ痛い。痛い。でもそれさ、めっちゃプルンプルンになるやつやろ。めっちゃいいよ。
やつ。それ辛いのとはめっちゃ苦手。無駄じゃない。今のうちだよみんな。ありがとう、ナイス。みんな仲間かもしれない。メイク終わっちゃった。はよっ。マイマイがいっちゃ早いんじゃないの。マイマイでも邪魔。マイマイ席移動してるから反則。なんでいいって言ってたの。はい、終わりました。待って、アイロン。え、はい、ストえってことは、はるか1位。じゃあ、アリさんも終わりにする。みんないつもより美術いい説あるよ。本当に言ってる。そう、舌がめっちゃ痛いね。え、やばい、ちょっと待って、これ大丈夫？うん、大丈夫。尺的に大丈夫？大丈夫。なってるよ。いつものハルカです。でも唯一あるの、元々目の下のラメが気になる。ちょっと待って、目じゃない時の方が多いです。私ホントについてないよ。え、じゃあそこに座って一回あのみんなに見てもらいましょう、はい、え、ひーちゃんどう思う。記憶にない。ちゃんと見てないから。興味ないから。じゃあ前もは前も記憶にないほら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 。じゃあセーフとしましょう。おー、ハルカセーフ。でもなんか完璧です。おー、やったー。めっちゃいつも通り、うん、完璧です。前々もいつも通りです。あ、でもカラコンしてないですね。そうなんですよ。え、おーい、ずるくないそれ。じゃあ今残ってるそっちにいる3人のメンバーから多数決で決めましょう。絶対無理よ。絶対無理。ひーちゃんがアウトと思う人。そう、いいのね、あげていいのね、僕知らないから。でもいやはい、ひーちゃんアウトはい、ということで最下位のひーちゃんには海鮮の罰ゲームを受けてもらいたいと思います。だよ、ね、優しい、優しい。思ったより大丈夫だった。ちょっと待って、心臓がやばかった。やだ、そろっといっちゃうよ。いきます。おー、きたー。おー、やばい、一番きたわ。はい、早い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 。覚悟する前だ。覚悟する前だ。はい、ということで皆さん、みんなのメイク見れてよかったんじゃないでしょうか。はい、この動画がいいな、みんなのメイク見れて嬉しいと思った方は高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。また明日の動画を見てください。バイバイ。